まあ、帰りはあのバスに乗って、うん、なんか食べてた、なんか食べてた、ね、うん、バスのあのチケットやつをとか口に加えちゃう人なんだ、いや、なんかテンション、ね、テンション上がりすぎて口に加えました、ヤギキス育ちだよね、はい、いるよね、すみません、本当に申し訳ないですはい、で、こちらですね、あのお腹が空いたということで、ほうとうでしょ、絶対ほうとうでしょ絶対ほうとうでしょ、いや、多分違いますよ、ね、多分違いますよ、いや、多分違う、聞いてみましょう、うん、これは何、鶏もつを食べに、あ、本当に違う、ほんとに違う、おい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 、こういう、こういう形で絶対ほうとうだと思った、鶏もつを食べて、あ、そう、鶏もつ、なんで鶏もつ、鶏もつなん、なんか鶏もつも有名みたいで、甲府は、あ、なんかそういう、てか超うまそう、食べて、いや本当に美味しいんですよ、濃厚っぽいね、味が超濃厚、駅前なんだこれ、で、うん、本当に駅の近くにあるので、で、その後にほうとうを食べました、あ、食べた、じゃあそこでほうとうって言えよ、ほうとう食ってんだろほうとうを食べて、てか、でっか、これ全部出た、これ一人で食べました、でかい、かなり味うまいやつじゃん、かなり、で、味噌はでね、あの、かぼちゃがさ、煮込んで溶けてってさ、甘くなってね、そうなんですよ、だから最初と後半だと味がだんだん甘くなってくるんで、で、本当に美味しくて、あの、もう全部平らげて、いや、いいなで、これ食べたのがまあお昼だったんですけど、夜ご飯いらなかったです、もうあ、もうお腹いっぱいで、お腹で腹持ちして、もつも食べて、これも食べたんです、長谷川さん何やってすごい楽しそうな、こんなに長谷川さん、飯の時はかぶっとけよかぶっとけよ、ロケ中はかぶと何プライベート感出してんの、油断してましたね、何最高の環境で飯食べようとしたねえ、自分の好きな城巡りも終わって確かに、でその後にですね、あの僕らが行ったところはですね、甲府城ですね、これはですね、あの、まあ、武田信玄が建てた城とかではないんですけど、その亡くなった後に建てられたあのお城で、江戸時代に入って作られたお城ですね、大きいの結構、あの、まあ、これは入り口だけしかないんですけど、本当はもっと大きいなと思っていて、今はもう本当に綺麗に整備されてちょっと小さくはなっちゃってるんですけど、当時はもっと大きかったっていう、うわすごい、でこんな高い塀だと攻めらんないですよね、本当に、でちなみにでっけえこの石、入り口にあるこの大きい石っていうのは、あの、うん、その城に住んでる人の大きさというかを表していて、あ、そうなんだ、はい、だから入り口に大きいその石があればあるほど攻めてきた人たちはひるむらしいですね、そういうことね、やばい、なんかこんな大きい石が、家なんだ、ちょっとした、なので、ね、大きい石があればあるほど、あの、もうみんなが、この城はやばいぞ、やばいやばいって、力を持ってるっていうことね、はい、じゃあ番組終わったらみんなで山重さん家に石持ってこい、それは確かに確かに、なんで時代変えようとしてましたからね、さっきね、これ攻めて来れないぞってなりますよ、あ、それはありますね、うち玄関開けてすぐ石、玄関開けてすぐ石、あー、悪くないな断んなさいかい前だってほら、あのゴリゴリの怖いお兄ちゃんにうるせえぞって言われたことがあるってするじゃないですか、あ、前住んでた家は下の階に、はい、あの全身タトゥーの男が住んでた怖いその人が年に2回クレーム言いにしたんで引っ越したんですよその時がでかい石があれば、そうだね、その時にそうだね、石があったら、ね、攻め込まれて、そう、攻め込まれないんで、うん、はい、で、僕たちがこうやって今歩いてる場所ですね、はい、で、こちらですね、あの夢小路と言いましてあのどんどん出てくるんで、めちゃめちゃ写真あるな、たくさん行ったんです、で、こちらあの、まあ、食べるところだったり、はい、お土産屋さんだったり、うん、いろいろ、まあ、あ、いい景色、はい、スイーツだったりと、うん、たくさん豊富にあって、そうなんですよ、え、めっちゃ食ってんじゃん、はい、いいな、かなり情緒ある感じで、これで、こちらはですね、あの信玄餅を入れた信玄ソフトって言われる、めっちゃ美味しい、これうまい、もう334って別に何でもないのかな、そうか、でも企業の旗印だから、今の餅がこう上から見ると企業みたいになってる、あ、そうなのってこと、あ、そういうことですかね、多分そういうことだと思います、そうしましょう、はい、だといいね、そういうことだといいですねさっき別に言ってないよね、言ってないんだけどね、俺も歴史が好きすぎて、でも、いや、でも餅3つしか入ってなかったんですよね、はい、いや、でも餅入ってるだけでだいぶ違うもんね、普通のソクソク、かなり美味しそう、いいね、あのさ、池袋のさ、はい、あの、来た人見たかな、北口のさ、あのとこにさ、わらび餅屋さんがすごい並んでなかった、知らない、有名、最近できたんですか、見てますね、わらび餅屋さん、気になってさ、買ってこようかなと思ったけど、入り時間に遅れそうだし、そっか、じゃあ、話、楽屋でしましょう、いはい、で、こういう形で、そう食べて、でもそれも食べて、はい、もう満足、ね、満足して。あ、これもご飯屋さんだ、あ、これで、これがワインですね、あのワインも有名とか、ゴールはあのワインも有名で、いや、顔だね、顔しかも139円で試飲もできるんですよ、あ、そうなんだ、で、今これが試飲してる
形で気に入ったら買えると。水っぽくない？これ白ワイン？かなり白ワインが透明感あって。あ、そうなんだ。だって山梨ブドウだもんね。白州ワインはね。そうなんですよ。で、お酒飲めないとでもあのブドウジュースが試飲できたりするので。あ、いやちょっと待って。ちょっと待って。今長谷川さんこれ相当飲んでませんこれ？目がもう確かに。目が真っ赤だ。視点があってな。え、これ試飲だよね。試飲です。試飲。ほんの店ない。ほんの店。もうロケ早く終わんない。だいぶ飲んだなこれ。結構でもね。こう結構いいお酒で日本酒も日本酒もだ親方様有名なんですよこちら。まあいいな。はい、親方様という、はい、で続いてですねこちら、あのこちらのクルムっていうお店はボリューミーだな。あの全部紙でできてる。あ、え、これもあのこのお皿もそうです。お皿なんだこれ。はい、でこれ名刺入れですね。名刺入れ、あ、これは今お皿ですけど、でこういう形で全部このピアスも、紙でできるの？紙で金強化。でこの時計も紙で、してたりと。で僕がこの一番驚いたのはこれなんですけど、これなんだろうと思って、で持ってみたらなんとあのボトル入れ、ボトル入れというかなんていうんですかね、ワイン入れだ。ワインとかを入れる袋で。なるほど、おもてなしに。ワイン買ってじゃあそこで買って。あ、じゃあもう紙っていうか結構しっかりした感じだね。あのもうフェルトっぽい感じのなんか紙感がないというか。紙感でしょ。紙っぽくないというかフェルトっぽいなっていうぐらいの厚さで。厚く作って。しっかりしてんね。そうなんですよ。でこういう形で。ここは何？妖怪さん。妖怪さんといってあのさっきあの僕らが指さしてた場所に僕ら行ってきたんですよ。あ、結構距離行っちゃうね。じゃあそこからでも大体30分ぐらいで車で。しかもさっきバス乗ってたもんね。あれさっきバス乗ってましたね。あれはあの一回駅の方に戻ってお土産を見て、でお土産見終わった後にまた行こうっていうので、うわ、楽しい。産湯を求めて。あ、いいねいいね。でこの景色がすごく良くて、贅沢だな。あのこの景色を見ながらあのお湯に浸かれるので、ああ最高じゃないですか。こういう形ですね。はい。いいな。産湯です。これが信玄が生まれた場所だ。生まれて、はい。入った場所だ。そうですね。こういう形で、こういうね、こういう絵も欲しいよね。そうですね。そうですね。素敵。でちなみにこのあの産湯はですね、あのまあ戦とかであの傷とか仲間がね、あのなった時はここで癒したって言われて、なるほど、なるほど。います。日帰りで入浴ができるので、一人700円で、安いと思います。ぜひぜひあの疲労回復とかね、筋肉痛とか。これ晴れてたらめっちゃ良かったですね。長谷川さんと見てると混浴だったんだね。混浴でした。はい、あの、いや、婚約っていうか、もうこれがもう婚約でしたって言っちゃったよね。え、どういうこと？え、ということで、以上、はい、ボケがいがない。はい、僕の中でした。いや、たっぷり。いや、すごい。たっぷりやった。いいコーナーですね。いや、行きたくなるわ。いいコーナー。さあ、そして今回も視聴者の皆さんにプレゼントがあると。あら、買ってきてくれた。はい、さっき僕がですね、あの、感動したと言っていた。こちら、紙のやつ。紙のお皿ですね。あ、これ、すごい、あの、紙質っていうかもうしっかりしてて、プラスチックっぽい。硬い。硬い。硬いんですよ。ね。で、硬いんで。わ。で、これはあのポスターにも使えるんですけど、水に弱いので、なるべくポスターというよりはアクセサリー置いたり、なるほど。あのね、小物入れとかね。そうですね。に水分はじゃない。水分はちょっと弱いので洗ったりはしちゃいけないんですけど。え、ここに鳥もつのっけちゃダメなの？鳥もつのっけたらアウトです。ポラギノールを置いてます。まあ、それは大丈夫だと思います。中身出さなければ。で、こちらにですね、僕の直筆のサインを入れて、今、僕も入れるしたいと思います。何枚あるのかな。これは5枚5名様に先着5名様に。はい、先こちらです。はい、欲しい方は67コールです。0067から始まるこちらの番号、0067-88-001に必ず携帯電話番から発信者番号を通知してご応募ください。一部繋がらない携帯電話もございます。何回でも応募できますが、1通話にあたり54円の通話料がかかりますのでご注意を。応募すると俺の地図帳です。ご参加ありがとうございましたというメッセージが流れます。今回締め切りが6月22日月曜日の24時まで受付となっております。当選された方には後日俺の地図帳プレゼント係からご連絡させていただきます。0067-88-001に必ず携帯電話から発信者番号に通知してご応募ください。お待ちしています。
詳しくは本日の20時以降、読売テレビ、俺の通帳番組ホームページをご覧ください。はい。はい。ありがとうございます。パネルの後ろで、山重さんに耳に息を吹き途中から気が気じゃなかったですけど。はい。番号出しておきます。もう一回、0067-88-001 です。はい。はい、皆さんお待ちしてまーす。お待ちしてまーす。はい。というわけで、以上、ニコ生オリジナル企画、僕の地図帳でした。で、はい、ここでですね、はいはい、ちょっと、プレゼントというか、お土産が編集長に、あ、編集長にも、あ、こちら、昨日だ、親方様という、はい、こちらですね、すごい、はい、あらあら、じゃじゃん、日本酒だ、はい、日本酒でございます。わー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 、はい、あら、面白いな、はい、面白いの、これはいい、うわ、嬉しいわ。どうなの、中、中、どうなの、これ、おお、ああ、親方様、ね、ね、たまりませんな。お主、足軽頭に引き立ててた。昇格や、足軽頭、どんぐらいの場所なんだ。ありがたき、どんぐらいのところが足軽頭以下ではあったということで、ね、ありがとうございます。いいですね、嬉しいですね。すごい、ちょっと株上がったな、見てこれ。やった、なんか、毎回カッチとさ、俺にお土産を買ってきてくれるっていう、はい、その、なんか賄賂的なコーナーになるねえ、なんなん、次ってやったらもうちょい高めにしなすいみたいな、きっかけはだんだん株が上がっていくっていう、前回とかも飴をね、買ってきてくれてね、はい、確かに、でっかい、次ってやつもう絶対買ってこなきゃいけないねえ、マストになってきました。どう、相葉君、もしさ、当日わけわかんないで急に歌を歌わされる仕事と、こういうどっか行ってロケするっていう、うんうん、それもその代わりボラギノル的な写真しか出てる、うん、なんかでもどっか、僕温泉好きなんで、ちょっと温泉地ちょっと行ってみたいなっていうのがありますけどね。脱ぎは OK? 脱ぎはもう、はい、お、OK、 必ず長谷川さんついてくるけど大丈夫？あ、頑張ります頑張りますって感じだけど、長谷川さんまだお会いしたことないんで、どんな人なのか全然見てない、全然見てない、みんなない、次回もお楽しみにということで、さあ続いてのコーナーでございます、ニコ生リサーチ。ですね、ニコ生のアンケートで番組のリサーチをしちゃおうというコーナーでございます、うん、前回は久保田と豪輝演じたキャラの人気投票しましたけど、はい、今回はジュリのアンケートを取ってみたいと思います、はい、結構濃いキャラが、はい、多いと思います、ね、結構いましたね。どんなにいましたっけ、越後の上杉謙信、あー、あった、ね、最初の方最初、はい、はい、その後に宇多川広重でかい写真買う1年前ですね、懐かしいですね。そうですね、誰が喋ってるんですか、広重さんです、はい、そして、細川忠興、はい、細川忠興、はい、これあれですね、吊り橋で告白した、大丈夫、声がどんどんさガッサガサガサガサなんですよ。どうしました、これ顔映ってないと本当に喋ってるのか、稽古でやった、ね、そしてセカンドシーズンでやった織田信長ですね、うん、超かっけー、信長かっこいいな、服着てるとこんな感じですか、あーすごい、いいですよ、似合うなー、渋、なるほど、いやもうこれで4キャラで誰が人気なのかを、まあ、僕的にはやっぱり、ね、まあ謙信が妥当なんじゃないかなと思ってますけどね。広重ではない、広重だったらちょっと嬉しいんですよ、ね、嬉しいんです、なんか、あ、すごいところを、なんか俺地図を好きになってくれてる感じですね、広重だったら、ちょっとライブ好きな人が目つけるポイントだもんね。そう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 、じゃあそのね、4つでアンケートをね、リサーチしてみたいと思います。はい、はい、はい、じゃあ今言った4つ、どれが、はい、私の好きだぞと、はい、はい、これ間に抜けるんですよ、真ん中のとこ、あ、これか、これ、これ、これなんだっけ、小谷君が、片目、片目して、片目して、誰を見つけたんだっけさあ、あれ、ヒデ君だっけ、スタヤで、会った時で、あ、そう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 やってたもん、そうね、その話、前回してたね、はい、ただおきも、あの、吊り橋の、そう、ただおきがね、ね、怖い、怖い、うん、あ、出たようでございます、お、早い、結果はこちら、はい、おっと、あれって信長、謙信、わー、謙信、信長来てるなー、信長、まあ一応謙信なんだ、うん、ただおき 3.7 ただおき人気だ、結構競りましたね、競りましたね、で広重も結構肉薄してた、ねね、いや、だいぶですな、すごいね、満面のここ、ね、ね、そうだね、ただ上位2つは脱ぎのやつね、そうですね、あー、やっぱりお風呂入るやつだ、信長だいぶ下ネタっぽいこともやってたんで、うーん、怪しいかなと思ったんですけど、結構人気ありましたね、温泉俳優だね、温泉ありましたよ、温泉俳優、脱ぎ俳優、そうだ、じ
じゃあせっかくなんで、はい、剣心のね、なんかセリフ、はい、ちょっとあのコメントで募集して、まあ、ましょうよ。どれかちょっと一言、どういうセリフ、ちょっと今日のコンディションがあれですけども、はいはい、最後の最後のあの部分を使ってどんどん減ってってるの、全体がゼロになる時あるじゃん、全く出なくなるじゃん、いきますか、ね、なんだろう、いや結構ありますよね、名前何を言ってほしいでしょうか、コメントで受け付けましょう、ね、はい、でもなんかパッと思いつくのも僕はもう、あ、そうですね、人間だもん。